吉野久保田です。前回ジュースコートの方からショートクロスの方を狙ってスピンサーブを打ちました。今回はですね、アドコートの方で、スピンサーブでより端っこの方を打って、外側に行くようにしてみたいと思います。打ち方はもう全然この前説明したスピンサーブの打ち方そのままなんですよね。それでちょっとこう回転量を少し多くして勢いをあまり出さずにできる限り短く打とうとしてみますね。いきます。いかがだったでしょうか。ちょっと振り上げる要素を大きくするというか、回転やっぱ増やさないと、あの辺にはちょっと落ちてくれないですよね。あれ以上多分スピードを上げても多分あの辺には落ちないとは思うんですよね。結構ネット とサービスラインの中間あたりぐらいには落ちてると思うんですけど、まあこういうのは面白いですよね。これが決して試合とかで言うことはそういうわけじゃないですよ。なんかそういう風に遊びながらやるのもいいかなと思います。あの辺ちょっと落ちないかなと思って浅く打つ練習もう、ネットを超えるだいぶ前に高さの頂点を迎えてて落ちながらネットを超える感じにイメージしないとなかなかできないと思います。こういう風にちょっとスピンサーブどんだけこう跳ね上がるかとかじゃなくて、こういう風にいろいろコースを狙うように、練習できればと思います。今回は以上です。